guys, this is Otaku Among Gamers back with a video. As you can see, yes, it's back. And I am playing Sword Art Online Licorice again. It's been a month or two, so I was feeling that I should mix it up a bit, so that's why I wasn't playing this. And I was playing the Henry Stickmin collection because that was pretty much very well accepted, I'd say. So let's follow. Oh, yeah. Let's follow this and let's see where it takes us. Let's explore the market for a bit. Okay, I made some money. Okay. Okay. Armor, okay. I want to see some armor. Let's go up here. I see a quest. I'll accept that. Yoroshiku. Okay. Nope. This guy won't let me go. Okay. Doesn't look like. Yep. Not letting me go through.
not as open world as I thought, but it's fine. One more. Hard slave. Okay, I think so. We should be going heading out now. Okay. Okay. Seems like I found the necklace. Nandai. So we are heading out. Okay. So we have reached here. I was born ready. That was pretty nice. Okay. Let's continue. Where's Yujio, by the way? Okay, above this bridge, I mean, across the bridge. And oh, that's nice. That's pretty damn far away. Oh, okay. Oh, by the way, okay, it doesn't show you. It's here, okay. It allows you to fish. Let's see what I can catch. Let's do one more. It seems to be only rake up, so let's go. Oh no. Whoops.
What? Okay, I see that. That should be manageable. Okay, finally back online. Okay, let's make up on lost time. Okay, let's go. Okay. That seems to work. And it's down! Finally! Okay. That seems glitched. Okay. Developers, if you're seeing that, you should probably fix that. Okay, that's done. Return, okay. That was nice.
Return, okay. Kirito, you know no one is as OP. I can't jump over that. Okay, I can, but I won't. Hello, bridge that glitched me out. Hello, another bridge that didn't glitch me out. That's huge. So we're here. We started somewhere over here. And then means from here, I assume. From here to here. Long way. Oh, yeah, we went from here, then here. We lost Alice here, and then through there. ではな。 すごい猫かぶりだな。猫をかぶっているのは分かるよ。それティリーナ先輩は尊敬に値する人だからだ。行くまでどうするか迷ってたくせに。それは周りに誘われたからだ。お前に誘われたら最初は断ろうかと思う。なんだよその格差。では失礼する。で無視か。俺その方向ってことは猫の餌よりか。 ああ、そうだか。帰りにオートで調達したのでな。俺も久しぶりに様子見に行こうかな。しばらく見ないうちに大きくなってそうだし。なんだ?ミニちゃん。She's going to feed her cat。別に。好きにすればいい。あいつを飼い猫にすることを提案したのはお前だ。つまり、お前があいつを見に行く権利はある。 それを阻むことはオルティナノスケとして礼節を書いた行為だ。うむ。だから存分に見に行っていい。猫じゃらしとマタタビと魚パイを与えることも許そう。そんな言い訳しないと許されないのかってちょっと思ったけど。よし。それじゃあ決まりだな。言っておくが大きくはなっていないぞ。ね。ああ、そういえば食欲ないって言ってたよな。そうだ。 なるほど。ちょっと心配だよな。ああ。だから今日はあいつの好物を買った。ああ、いたいた。あれ?寝ているのか?ナイス。メディナ?冷たい。え?死んでる? どうして。おの。おや、薄汚い猫。いや、お前の飼い猫が死んだ。I'm having a feeling who did that。お前、メディナの婚約者。ここへ何をしに来たのです。いや、餌やりだよ。お前が来ない時は、私が代わりに餌をやっていたんだよ。そんな。 餌って何をやったんだ?餌は餌だ。まあ、私たちにとっては甘い菓子が薄汚い猫にとっては毒になることもあるかもしれないと聞くが。こいつ。なぜそんなことを。これはお前の飼い猫なのだろう。ならば、餌をやってはいけないという決まりはない。しかし。もしかして 私を疑いでもしているのか?薄汚い猫一匹死んだぐらいで何だと言うんだ?私は飼い猫に餌をやっただけで、禁忌目録違反は何一つとして犯していないぞ。
猫にやってはいけない食べ物など法で決められてはいないからな。Politics is the literal worst. こいつは。うるさいな。平民は黙っていてくれないか。第一、お前は目障りなんだよ。あの事実を書いた紙を剥がした時もそうだった。まさか、あれもお前がやったのか。大方、この女にたぶらかされた口だろうが、貴族のたしなみに平民が介入する権利などないといい加減分かってくれないか。平民が介入する権利などない。それこそそんな決まりはどこにもないぜ。お前がどう思うが勝手だ。でもメディナがそんな奴じゃないってこと俺は知ってる。俺はメディナの友達だ。だからこんなこと黙っていられない。キリト、もういい。メディナ。さあメディナ、君に用があるんだ。共に来てくれ。はい。いい子だ。ダメだメディナ、こんな奴に従うことなんてない。行くなよ。あいつはメディナの友達殺したんだぞ。逆らうともっとひどい目に遭う。今度こそ何をされるかわからない。でもメディナは強いじゃないか。剣の腕も神聖術の腕もあいつなんかより上だ。お前にはわからないんだ。あいつが一体どんな風に私を恥ずかしめるかなんて。メディナ、心配するな。私は大丈夫だから。もう私の問題に関わるな。そんなこといいから。一体何を隠してるんだ。言いたくない。お前だけには何があっても言いたくないんだ。それじゃ助けられない。教えてくれ。一体どうすればメディナを助けられるか。誰にも助けてほしくなんてない。英雄を気取るのもいい加減にしろ。私は自分の問題は自分で肩をつける。追ってきたりしたらお前を一生許さない。いいな。メディナ。 Oh God。 さあせいぜい私に従い役に立ってみせるんだな。お前には所詮その程度の取り柄しかないんだ。たとえ欠陥品のお前でもお前は私の役に立てるんだ。嬉しいだろ。やっぱりそんなの変だ。全然メディナらしくないよ。 Oh God。 間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。フラッシュバックタイム。戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言ってあんな奴ので払いのけろよ。どうした。いやだ。何か言ったか。あなたと一緒に行きたくない。お前逆らうのか。いやだ、こんなのはもう嫌だ。叩きたければ叩けばいい。私はもうお前の言うことは聞かない。おとなしく言う通りにした方が身のためだぞ。あの平民のためにもな。あいつは関係ない。貴族の力がどんなものかお前はよく知っているだろう。禁忌目録など解釈の仕様でどうとでもなる。My God, that's deep. どうして？いやはや、オルティナノスケの闘志が落馬とは、慣れないことはするものではないですな。こうなると、分かっておられたのでは？我らを疑っているのか？では、我が息子とあなたの縁談をなしにしてもよいのですぞ。
ああ、そういえば、乗馬競争の賭け金はどうなさいました？何でも、オルティナノス殿はマナ娘に牧犬の替えを買ってやりたいと言っていたそうですからね。メディナ城、それでは香典代わりにお渡ししましょう。賭けの勝者が私だとはいえ、オルティナノス殿がお亡くなりになった以上、持っていても仕方がないのでね。シチュー、シチューさあ、This is just sad. So sad. Oh god. This is a perfect reflection of what's going on nowadays in this world. Deva, どうすればいいか。わかるな。メディ。立ててやろうと思って。お前、どうしてまだここにいるの？メディナが戻ってくると思ったから。墓、ここでいいかな？もう俺が立てたんだ。そう、これはお前が。メディナ、一体どうして？キリト、礼を言うよ。弔いの手伝いをしてくれたこと。珍しいな、メディナがお礼なんて言うの。これが最後だから。どういうことだ？本当に最後にしてほしいんだ、私に関わろうとするの。なんで？もう私はお前と関わりたくない。お前だって分かっただろう、私と関わると楽なことがない。でも俺たちは友達。私はお前を友人だなどと思ったことは一度もないよ。お前は無神経でおせっかいでバカで繊細さを欠いていて妙な技を使う平民。私にとってお前はそれだけの存在なんだ。貴族としてお前と共にあることが恥ずかしいよ。それに共にあれば私は。メディナ、本当にすごいな。余計なことを考えてしまう。フラッシュバック。私の人生にそんなものあるはずないのに。だからこれでもう友達ごっこは終わり。メディナ、やっぱりお前何か隠してるんだろう。隠し事など何もない。私はこんな人間なんだ。お前たちをバカにするライオス殿やウンベール殿と変わらない。欠陥品だろうが高慢ちきな貴族だ。関わり合いになるだけ無駄だよ。ではな、キリト。おい、メディナ。それ以来、メディナは俺や友人を徹底的に避けるようになった。授業ですれ違ってもすぐにどこかへ行ってしまう。そして俺も彼女に話しかけることをしばらくやめることにした。何よりメディナがそれを今は望んでいない、そう思ったからだ。そうやって歳月は流れていった。
それじゃ行くか。Selka, right? I remember. Third placement exam. 検定試験が始まった。 Let's go. さてと、先生相手の試合審査は後で。ユージオ。試験からだね。ああ、演武の審査場が分かれてるから、とりあえずどこに振り分けられたか確認して。その反応でどういうことか想像がつくよ。ライオストロー、今回の演武試験は見ものですな。順番待ちの間、卑しい田舎剣術使いの演武を拝めるとは。ウンベール、型らしきものも何もない剣術に演武などということがまず間違っている。曲芸の方が正しい呼び方であろう。まさに、どんな芸を見せてくれるのか楽しみですな。 These two get on my nerves. I think so, they get on the nerves of every single person. それからあいつらもね、なんだか嫌になるよ。勝手に言わせておけばいいさ。奴らが笑おうが、試験の結果には関係ないからな。ユージをやるじゃないか。みんなユージの方に見とれてたぜ。そうかな。まだ結果が出てないから何とも言えないよ。やっぱりユージは型が得意だよな。俺も見習わないとって思うんだけど、なかなか難しいんだよ。キリトの演武の早技を真似する方が難しいよ。未だに違反にならないかどうかヒヤヒヤするんだ。安心したまえ。お兄さんはまだ一度も早技の演武で教官に怒られたことはないぞ。ただいまよりライオス・アンティノス初等練士演武試験を開始する。ライオスの演武か。授業の実技で型をやっているのは何度か見たことがあるけど、こうして見るのは初めてだ。ああ、俺もだよ。よろしくお願いします。あの構え。はっ。なんだ。ただ型の演武をやっているだけなのに、ひしひしと殺気が伝わってくる。せ。キリト。ああ。口だけだと思ってたけど、あの動き。そうだな。奴は無能じゃない。きっと奴の肩から感じるこの気迫と殺気は本人のイメージによって生み出されたものだ。言うならば絶対的な自尊心。そしてそれは他者を踏みつけるたび拡大していく。奴は何よりも誰よりも自分が貴族であることを誇っている。だから強いってわけか。え、それってどういうこと。はっ。ライオス・アンティノス、審査をこれにて終了する。ライオス殿、お見事です。見たか平民、これがハイノルキア流貴族の剣なのだ。貴様らの野卑な曲芸とは格が違うわ。なあ、行くぞ。Yep, let's go. Being allowed to use sword skill consistently, but no downtime in between skills activating.
That was nice. Okay. この日の検定試験で、ライオスとウンベールはこれまでにない高順位へと上り詰めた。型の演武、共感相手の剣術試合、そのどちらでも俺とユージオに拮抗したのだ。あいつらがあんな実力を隠してたなんてね。We should be good. Okay, they changed it instead. Okay, I have to use a keyboard. We should be careful of them. I knew, don't swear. 心配するなよ。奴らに勝つ方法ならある。勝つ方法？この世界では、剣に何を込めるかが重要なんだ。剣に何を込めるか。あ、自分が誇れる何かだよ。それが奴らにとっては古代な自尊心なわけだけど、ユージオにだって込めるものがあるだろう。難しいな。だって僕はまだまだ剣士としては未熟だ。修練は重ねているけど、すぐには思いつかないよ。なあ、それでもお前の剣に込めるべきものはお前が見つけなきゃいけない。ユージオにもいつか見つかるさ。俺が保証するよ。うん。だといいな。When he guarantees it, it will happen. ね。なあ。つまり、だけど、そっか。そういえば、ん？あのね、それで、だけど。なあ、うん、それで、でも、ユージは、そうだ、キリト、なあ。Yes. What is this? New eyes now. Omedetou. Okay. Moshikashite. Ah. Sore de. Yare yare.大丈夫だよ。ありがとうね。いいね。よかった。大切にするよ。ああ。あのさ。なあ、キリト。ああ、でもつまりユージは、うん、キリト大丈夫だよ。ああ。
ねえ。な？頼む。ああ、そう。あのさ。それは。ああ。なあ。ダメだ。頼む。メディナ。どうして。They sure do like to put cutscenes, and this looks like more like an open episode. 中堅学院に入って、もうじき1年が経とうとしていた。お前に稽古をつけるのもこれで最後なのだな。ええ。最後だからこそ、一つ聞かせてほしい。何ですか？キリト。お前のアインクラッド流にはまだ私にも見せていない先があるな。アインクラッド流の先、おそらく上位ソードスキルのことだろう。だが訓練用の物件の優先度では発動することができない。私は幾度も考えた。一体なぜお前は私と同じ独自流派の使い手でありながら一点の迷いも持たないのかと。そしてあることに思い立ったのだ。お前のその揺るぎない強さ、そして自信の理由、それはお前が秘めたる力の中にあるのではないかとな。私はただ見たい、いや知りたいのだ。この学院を卒業する前にお前という自信をする。 The Swordsman Eat。 わかりました。近々必ずリーナ先輩にお見せします。アインクラッド流のさらなる秘奥義を。ありがとう、キリト。それでは始めようか。今日は一年の総ざらいだ。そのつもりで来い。はい。さあ、行くぞ。Let's go. Last time, let's make it the best.Oh God. Oh no no.Okay, that was No. Guy, wake up, dude.
Oh no. Okay, that's why she's the teacher. That is pretty close. ありがとうございました。 お前は成長したな。まだまだです。謙遜するな。これまで私が世辞を言ったことがあったか？ないえ、リーナ先輩はいつも本音で俺に指導してくれました。わかっているじゃないか。妙だな。お前の成長を嬉しく思う反面、少し寂しいような気持ちもある。 リーナ先輩、稽古はこれで最後だ。だがお前にはあともう少し私のそばづきとして働いてもらうことになる。最後までよろしく頼むぞ、キリト。こちらこそ、最後まで厳しいご指導よろしくお願いします、リーナ先輩。いいのか？それでは稽古終了といったが、今から素振り100回だ。 そこまでの厳しさはちょっと<笑>冗談はほどほどにしておこう。だがキリト、お前とユージョに頼みたいことがある。課外授業の依頼がまた来ていてな。何でもまた貴族の資料地で獣が発生しているらしい。わかりました。ユージョに話してみます。 That I'll be doing in the next video. That, my friends, will be in the next episode. So you better see my next video that is going to come next week. Right this time on Saturday. I am recording it on Saturday, but it comes out on Sunday. So be there next Sunday when you upload it. So, Daleka-san それにしても随分育ったね。もうつぼみが膨らんできているじゃないか。ここまでに3回失敗してるからな。今度こそ咲いてくれるといいけど。半年間一緒にこの花を育ててきたけど、キリトにこういう趣味があったとはね。ああ、俺も意外だよ。前にも思ったんだけど、もしかしたら記憶が戻る前兆なのかもしれないね。ルーリットに現れる前のキリトは 自宅で花を育てていたとか、あるいはそういう転職だったのかも。どうだろうな。植物の知識は何もないけど。ねえキリト、どうした？キリト、もし記憶が全部戻ったらどうするんだい？ん？どうするって？だってさ、キリトがこの学院で修験士を 最終的には整合騎士を目指しているのは僕の目的に付き合ってくれてるからだろう。アリスを探すっていう。でも記憶が戻っても俺は帰らないよ。オッケー、they made it if I just leave it, it vanished. それだけは確かだと思う。花を育てる趣味があってもな。剣士なら王都の四帝国統一大会を目指すのは当たり前だろ。 キリト、僕は弱い人間なんだ。ギガスシダーの下でキリトと出会わなければ今もまだ毎日一人で斧を振るってたと思う。転職を言い訳にして 本気で村を出ようともせず、いつかはアリスのことも忘れてしまって、ザッカリアで衛兵隊に入れたのも、セントリアで修験学院の試験を受けられたのも、キリトが僕を引っ張ってくれたおかげなんだ。
だからせめてこの学院を卒業するまでにはキリトと同じくらい強くならなきゃって。それなのに記憶が戻っても帰らないと言ってくれたことに僕は今すごくホッとしてるんだ。前にも聞こうと思ったんだけど、その時はもし君がいつか帰ると答えてしまうのが怖くて聞けなくて。あのな、言っておくけど、俺だって一人じゃとてもオートまでは来られなかったんだからな。俺たちが今この学院にいられるのは二人だったからだよ。これからだってそうだ。二人で力を合わせなきゃ、上級貴族の若様だの帝国騎士団の精鋭にはとても勝てないぞ。一人で頑張ろうなんて考えるのは聖護騎士になってからでも遅くないだろ。ああ、そうだね。僕らは二人でここまで来たんだから、二人であの白い塔を登るんだ。そうさ。ところで、ユウさん。Okay, that seems to be the right one. 頼み事があるんだけど。早速二人で力を合わせるってわけだね。なんだい？近々青バラの剣を貸してくれないか。リーナ先輩と約束したんだ。最後に一度だけ本気の剣を見せるって。できれば課外授業で実践を行うときにその剣を見てもらいたいんだ。なるほどね。青バラの剣を自由に使うのは構わないけど。なんだ？キリト、忘れたのかい？明日はあの日じゃないか。僕をそのために呼びに来たんだと思っていたんだけど。え？何の日だっけ？ほら、あんなに楽しみにしてたのに。ん？あ、あ、そうか、あれが出来上がる日か。あ、いや、まさかもう1年経ったなんて。どうする？青バラの剣を使うか、それとも。いや、俺の剣を使うよ。ユージョ、取りに行くのに付き合ってくれ。もちろんだよ、キリト。The Night Sky Blade! So guys, we'll be picking up the Night Sky Blade in the next video. So don't forget to leave a like. Okay. Check status. Okay. So I was saying that don't forget to leave a like, share, and if you really like my videos, a sub to would be really appreciated because it would support me a lot and would really, really, really make me feel very special. And this is Otaku Among Gamers, and I'll be seeing you in the next video. Same place, same time on this very channel, playing Sword Art Online, Alicization, Licorice. So, this is Otaku Among Gamers signing off. Bye! And due to this pandemic, as you guys know, there is so many problems going on. So please stay safe and please do wear a mask whenever you need to go out and stay healthy. I think I said that already. So bye.